こんにちは、メンズスタイルスペシャリストの肥後です。これからメンズスタイルのスタイリングポイントやワックスの付け方などたくさん情報をお伝えしていきたいと思います。この動画を見るだけで明日からかっこよくなる、そんな内容をお伝えしますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。では今日はこちらのスタイルを作っていきたいと思います。周りがすっきりと刈り上がっているスタイルで、乾かすのもめちゃめちゃ早い、すごい軽いスタイルなんですけれども、ちょっと乾かし方を逆に間違ってしまうと、すぐここら辺がバカって分かれてしまったりとか、そういう風になってしまうので、簡単なんですけどチェックするポイントがいくつかあるスタイルです。では乾かしていきたいと思います。はい、では乾かしていきます。結構あっという間に乾くスタイルなんですけど、ドライヤーを逆にこういう風に入れてしまったりとかすぐに跡がついちゃうんで、ここの部分は後ろから乾かしてあげて、真ん中に集めるように風を当ててあげると頭がちっちゃくなります。カットしたてはそんなに横が広がるってことはないと思うんですけど、伸びてくるとどん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 この辺がうわーって広がってくるので、その広がりを抑えることもできるので、真ん中に集めて、でトップはボリュームを出したいので、ちょっと握りながら根元を立ち上げるような意識で乾かしていってください。はい、前髪なんですけど、このままこうやって下げてしまっても、まあ、スタイルとしては全然大丈夫なんですけど、ちょっと前髪上げたいなっていう方は、もう一回全部前に向かって乾かした後に前髪だけ少し上げられるように、この鼻の頭から上に向かって風を与えて、この前髪のここだけ立ち上げるように、ここが全部上げちゃうとオールバックになっちゃうので、この両角は落としてあげて、上だけちょっとドライヤーで根元を落としてあげる、これだけで大丈夫です。はい、ではワックスをつけていきたいと思います。ワックスの量はこちらですね。で、まんべんなく手に伸ばします。で、これはもうスタイリングは本当に簡単なスタイルです。よく手に伸ばしたら、この上から毛先の方になじませるようにつけていきます。後ろも後ろはここの部分でつけて、もう自然と頭の丸みに沿ってカットしてあるので、髪の毛があるところにしっかりつければ自然とボリューム出ます。で、この時もよーく振ってください。ここは束感がしっかり出てると、こういうショートスタイルは若々しさが出てすごいかっこいいの で全体に馴染んだなと思ったら、毛束をちょっと裂いていきます。まとまってしまってる毛束がすごく多くなってしまうと、ボテッとしてしまって動きがあんまり出てこないので裂いていきます。で、さっきここの部分をドライヤーで上に向けて乾かしたので、ここは上げていいんですけど、このサイドは逆にちょっと落としてあげます。で、こちらもここの部分は上げてないので、ここは下ろしたまんまで大丈夫です。で、トップは高さが欲しいとこなので、根元を起こして乾かしたので、ここに一番ボリュームが来るようにして、サイドはさっき押さえて乾かしたので、ここは逆に押さえて上を立ち上げる。で、前髪のここだけ上げる。はい、完成しました。どうですか。すごい毛先の方が空気感が入って動いてザクザクした動きが出るスタイルなんですけど、今日はワックスで仕上げたんですけど、このぐらい短ければ夏だったらジェルとかそういうもので仕上げてあげると、より涼しげな、ちょっと濡れたような感じのスタイルにもなりますし、前髪をちょっと下ろして柔らかい雰囲気を出すスタイルにもできます。なんですけど、ちょっとやっぱり伸びたらすぐにセットがしづらくなるスタイルなので、
大体1ヶ月ぐらいですかねを目安に、これぐらいのショートの方はカットをしていただけるとすごくいいかなと思います。動画で聞きたい内容はコメント欄にご記入いただけると、次回のテーマを参考にさせていただきますので、ぜひご記入ください。チャンネル登録やいいねもぜひお願いします。ではまた次回お会いいたしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。